肩こりひどかったですね、はい、まあいろんなところで、まあ関節に筋肉は見ても関節見てないですから、ね、左の方でも見えてる、こっちもここも悪い、首は割と動きます。とりあえず手を首の後ろ組んでください、はい、ちょっと回しますね、顔ずらない、はい、背中の上の方、はい、息吸って、あ、息吐いて、はい、息吸って、ちょっと上の方に見ましょう、はい、はい、いきます。ちょっとこれでどこが、ちょっとだけ動き出しましたね。今度第一胸椎、ここ、うん、めっちゃ軽いでしょ、痛くないでしょ、ね、いつの間にかみたいな。うわ、腰はどうしようかな、顔は映りそうで映らないようにしないと。あ、ここ、うん、ここ第一、腰椎だ、こう回ってもらっていいですか、顔映らないで、こっちの方、はいはい、で、足をまたいて、はい、ああ、ここいい感じ、あ、ここ、こう、こうで、もう完全に左が出てるんです。またね、ランバーロールが横向きですると、うん、ちょっと手間がかかって顔を映ったらやばいんでね、ここだけ、はい、手を前で組み上げて、で、ここクロス、クロス、はい、で、左の腰椎も一緒出てる、顔を映らないように腰を肩で、こっちに、これも優しい、はい、息吸って、はい、吐いて、あ、もう簡単にポキッて言いました、全然力入れる前にはい、さすが、あー、もう整いました、若いのはいいですね。あ、あ、この骨盤の部分めっちゃ良くなりました。うーん、すごい、すごい、今度森江さんに登ってみようかなはい、ありがとうございます、4Dさんでした、はい、どうもありがとうございました。